発色センターは、青森県八戸市河原の木にあり、市の内陸部に位置する郊外型食品市場である。当時の日本国有鉄道八戸線道の組名戸駅、前で鮮魚などの小売りを行っていた業者の一部が、共同組合八戸総合食品センターを組織し、同地に移転したものである。名称は開業当時の運営者の名称。 八戸総合食品センターの略称に由来する。場内では、魚介類を豊富に取り扱い、朝市の雰囲気を持ちながらも、一般客向けの小売を目的としている。2002年の東北新幹線森岡駅八戸駅間開業に合わせて、飲食棟が開業し、八戸駅からの8食100円バス、運行開始などにより、観光客の来訪者が増加している。 2006年2月には B 級ご当地グルメの祭典として開催された第1回 B-1 グランプリの会場となった。ちなみにロックバンドのインハイは発色センターのテーマソング、八戸発色のテーマを制作しており、店内及び八戸市内の一部レコード店限定で CD が販売されていた。連休期間等を除き、原則的に市場を胸と小は、 水曜日が定休日である。クリアスタジアム胸1996年に施設周辺を整備、次の3店舗がオープンした。これら2店舗と発色センターで発色パワーズと称するショッピングゾーンを形成している。ありがとうございます。